ヤマハ銀座ビルは東京都中央区銀座7丁目に所在する建築物である。中央通り沿いの本館と路地を挟んだ別館からなる。本館にはヤマハの楽器店や音楽教室333名収容のヤマハホールなどが入る。初代のヤマハ銀座ビルはチェコの建築家アントニン・レイモンドの設計により1951年12月に竣工。 日本楽器製造東京支店やヤマハホールなどが入った。築50年を超える老朽化が進んだことに加え、1998年には高さ制限が緩和され、従来より大型の建物が建設可能になったことから、2006年6月に建て替えが決定した。旧店舗の営業は2007年1月5日で終了し、同月19日より、 銀座1丁目に借り受けたビルを仮店舗として営業再開した。新ビルは当初2009年春の完成を目指していたが、別館隣接地取得による計画変更や建築基準法改正に伴う審査期間の長期化などにより約1年に延期し、2010年2月26日に開業した。社格格子状ガラスの装飾が特徴なカーテンウォールで、 ファサード全面が仕上げられている。ガラスは一辺9 5 0ト、mm、ルの正方形で、濃淡の異なる金箔を挟み込んだ合わせガラス、乳白色、透明の4種類を、総計1435枚用い、素材ガラスは、一般版ガラスよりも透明度が高い高等化ガラスを、用いている。乳白色は、障子のような輪のイメージ、金箔入りは 金管楽器をそれぞれイメージし、光が透過するように一枚一枚職人が手作業で金箔を敷いており、合わせガラスは両面に中間膜を重複した PET フィルムの両側を2枚のガラスで挟み、金箔は PET フィルムと中間膜の間に位置する。ガラス同士の接合部は幅2 2トルの目板で保護されて四隅を MPG 金具で接続し、ファサードは ケーブルグリッド工法を用いて直径1 9ト、mm、ルのステンレスケーブルで支持している。吹き抜けに面した部分以外は個々のガラスの内側にハロゲンランプ押し込みや感はガラスの種類により異なる照明方法で演出し内装は楽器を思わせる木質系素材と局面で構成されている。1階のポータルから4階、7階から9階のヤマハホールのホワイエ。 10階から12階のミュージックアベニュー銀座、それぞれに吹き抜けを設けている。ホールやスタジオとビル区体は、防振ゴムを介して接続され、中央通りの下を走る地下鉄銀座線の影響を低減するべく、地下鉄側から可能な限り離して配置しており、総工費は別館の土地取得費を除き、約八十億円である。二千十二年に、日本建設業連合会主催の 第53回 b c s 賞を受賞している。本館地下1階から地上5階にかけては、ヤマハ銀座店で、ヤマハの機関店として、楽器、楽譜、音楽ソフトを販売する。アンプやスピーカーなど音響機器は扱わず、アコースティック楽器の販売が主体となる。1階のエントランス部は、情報発信スペース、ポータルとして、プロモーションが行われる。6階には、 約100席のヤマハ銀座サロンがあり、発表会などを行うことができる。7階から9階にかけては、座席数333席のアコースティック楽器用コンサートホール、ヤマハホール。10階から12階にかけては、音楽教室、ヤマハミュージックアベニュー銀座で、地下2階には、ライブや収録ができるイベントスペース、ヤマハ銀座スタジオとなっている。別館には、 楽器のメンテナンスやアーティスト支援を行う、ヤマハアーティストサービス東京、ヤマハアトリエ東京、事務所などが入る。ありがとうございます。